時すでに遅し。日本はイタリアから2点を奪ったが、あと一歩及ばなかった。これで日本の決勝トーナメント進出の道は閉ざされた。試合の内容としては僕は本当に高いレベルで、特に2戦目ということで、お互い少し緊張も取れて、そんなに疲労もたまってなくて、高いレベルのサッカーができたんじゃないかなと。これこそがやはり世界基準の相手と戦う試合なんだなということを感じ取れる。結果は残念だったんですけども、こういう相手とやれて将来につながっていく厳しさっていうのを感じ取れて、そういうものを感じるために来た部分っていうのもありますので、世界大会に出てこなきゃそういうものは感じれないわけですから、そういう意味では非常にこう、悔しい部分もありますけども、選手にとってはそれを次につなげてほしいなという思いはありますので、選手ももちろん勝ちたいし、さらに上のステージに上がっていきたいと思ってると思うんですけども、そういうものをこう一人一人がね、本当にこう心の底から思って戦い抜いたゲームだったと思ってるんで、最後1点取って、あとロスタイム何分かあって、さらにその追いつきたいと、最後までその1点を目指して、戦い抜いたっていうのは彼らにとって、そこまでやったからああいう悔しさが感じ取ることができたと思いますし、これは人生の中でそうある試合じゃないと思うんですね。そういうものをこう中で本当に出し尽くして戦ってくれたことに関しては、本当に、彼らの頑張りは今頭が下がるし、それが将来にねつながってくれたらなというふうに思います。8月18日ボロスアンテサリコスタジアム、アテネ経由ドイツ行き。予選リーグ敗退は決まったが、2006年ドイツワールドカップにつなげるために何としても1勝を挙げて大会を終えたい。そして最後に若き選手たちは明日につながる素晴らしい戦いを披露した。スターティングイレブンはゴールキーパー曽我畑、ディフェンダートゥーリオ、阿部、モニワ、ミッドフィールダー小野、石川、駒野、今野、菊池、フォワード高松、大久保。一石川、菊池が大会初出場を果たした。8時30分最後の試合が始まった。キックオフから日本は激しいプレスをかけていく。イタリア戦同様に闘志あふれるプレーを見せる。高松のポストプレー、大久保ジャストミートしたが惜しくもキーパー正面。
中盤でのプレスから石川、大会初出場となった石川が意地を見せる。真剣勝負ならではの激しいぶつかり合いが繰り広げられる。日本の持ち味、速いパス回し、小野から駒野。しかし駒野はそのまま倒れ込んだ。左鎖骨骨折。この大会、日本を次々アクシデントが襲う。森崎がピッチ。イタリア戦同様に前半で交代のカードを切ることになった。日本は石川が再三右サイドを駆け上がり攻撃を仕掛けていく。29分、フリーキックのチャンス。阿部のシュート、大久保が詰めたがゴールにならず。32分、またしても右サイドを石川。逆サイドで立て直し、再びサイドチェンジ。大きな展開からチャンスを作った。ガーナの攻撃の中心はユベントスのアッピア。日本のディフェンス陣は集中を切らさずアッピアを封じ込める。37分、菊池から大久保、日本ついに先制。スターティングイレブンに起用された菊池が期待に応えるアシスト。大久保は技ありのゴールで大会2ゴール目を決めた。負ければ決勝トーナメント進出が危なくなるガーナ。1点を奪いに前に出る。日本は冷静な守備で隙を見せない。日本は右サイドを石川が完全に制圧。